さあやっていこうか。お通夜だな今日は。お通夜会だな。この模式をシリーズとして、まあお通夜会でしょう。清宮が怪我してしまいましたね。まあまだこれ今見えたけど3月前半っちゅうことでね、だから3月3週前半か。そんながっつり進めてもしょうがないかなと。ちょっとまた現実とこの時間がずれてしまうんで、あんまりがっつり喋るつもりはないんだけども、けどもだ、清宮が怪我してしもうた。こっちのゲームの清宮もまあね、今シーズン怪我して出遅れたけど、でもまあキャンプが出られんかったぐらいじゃん。でも年俸4600万高いな。けど現実の方の清宮は右有骨、っていうかな、有効骨の怪我で長期離脱ですね。3ヶ月間の離脱ですって。3ヶ月は長いってねえ。3ヶ月は長いよ。なんかオープン戦、札幌ドームでのオープン戦で第1号をかっ飛ばしててね、お、これ今年は一味違うんじゃないかみたいな気持ちでいたんだけど、お、田中健介の守備が良くなっていってるな。BBBB になってる。飛距離の守備上げるつもりはそこまでないけど、でも守備固めとして絶対必要か。大西が上がってんのかこれ。年齢的にはもう無理だな、厳しいな。ガンチャソ、まあ、球団経営考えたらガンチャンを出さなくちゃいけんな。1億9000万円は高すぎる。まあ日ハム的経営手腕で進めていく。この焼き付くシリーズ2週間分やったら、あ、2週間分じゃないわ、1週間やって、1週間はあれか、試合見て、1つは試合見てにしよう。でまだ3月前半なんで、あと開幕までに、いや、もう1週間まで進めるか。そうやな、そうしよう。誰犠牲にしようと思ってたんけ。誰を犠牲にしようかな。門か清水か。門かな。ひってえ打線だな。誰が組んだんだこのひどい打線を。まあ、もうこのまま生かしてみますか。ほい、サクッと負けとる。打線が全くつながってない。誰だこの打順を考えたやつ。首。いやー、なんかね、この動画のね、なんかいきなり清宮怪我してたあたりがちょっと嫌な予感っていうか、なんかね、今シーズン怪我するんじゃねえのみたいな気がするじゃん、そういう風なんがあると。いやー、してしまった。栗山は俺が悪いと言っていたけれどね、誰が悪いと言えば俺が悪いって栗山英樹監督が言ってましたが、いや、もしかしたら俺も悪いんかもしれん。オハム特有の俺が悪い精神論によって。この人でええんかな。もうジェリーじゃない方がええんじゃねえかなって思うんだよな。もうちょっとオーストラリアの若手を、いい選手を見つけられる、そういうのがいい。このピッチャー取りたいんだよ実は。チャン大剣とかいう超大剣かもしれない。取りたいんだけどな、お金がなかったな。今7200万必要で6500万しかない。でもできることならこの春先に取っておけば、春の3月の頭ぐらい、1週2週ぐらい取っておけば、まあこのキャンプ期間の練習にをしっかりさせることができるからいいんだけどな。もう間に合わん。練習設備も買いたいけど、練習設備を買う金もない。
これが現実、これがうちのチームの現実。小笠原なぁ、サードなんだよなぁ、ファーストにしたい。せめてファーストにしたい。変わるとこないね、ないね。ガンチャー。まあまあまあ、みんな伸びてます、伸びてます、しっかり伸びてる、しっかり。立山とかカーブが抜群に伸びてる。うん、こんなもんでしょうっていう感じの面々ですね。こんなもんでしょうという。野口いいね。相変わらず野口。確か控えが某にしかいないというのは多少気がかりといえば気がかり。野口しかいないって感じ。そこを補うべく小笠原を、キャッチャーにしたいところだが、小笠原キャッチャーもできるようにしておきたいところだが、奈良原のまあ間に合わんな、間に合わんというか、もう都市的にね、小笠原キャッチャーで使うというプランはまあ自分の中にはいくら9000万か、1億超えてる選手はいないけど、焼きつくの形状あまり活躍しすぎると年俸が高騰するんで、まあ、ゲーム的にね、あえてこう手放したくない選手は試合に出場させないとか、そういったことも必要になってくるかもしれない今後、そういうことって現実プロ野球でも行われたりするのかな。あんまりこうこの選手は将来的にいつまでも球団にいてほしいと思うから、あえて出場機会を与えないみたいないな。それをするメリットまるでなし。門を投げさせてもらう、あ、だから間違えた、あのあれです、打順をオーダーを組むの忘れてた。まあでもまあ清宮の話じゃあ、あの現実のね、リアルの清宮の話に戻すじゃないけど、実際まだ清宮がいたとしてもポジション的にはね、どうかなってところがあった。球場が老朽化している、まあ、まだ大丈夫。清宮がまあファースト戦だよね、まあ、レフトもちょっと練習したけど、まあ、ファースト戦かな。ファーストにはやっぱ押しも押される中田翔がいるから、そこ考えたらね、まあ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 みたいなね、まあまあみたいな感じになるわけです。清宮がいたら中田翔が使えないっていうか、中田翔がいたら清宮が使えないっていう、まあ、現実的なところはある。だからまあ清宮には申し訳ねえけども、まあまあ良くはないけど悪くもないかなみたいな、そんな感じでね。清宮にとっては不幸ではあるが、現実ポジションとして、まあ、どこでっていうか、まあ出せれないから、まあ、怪我してるって言っても、まあ、ずっとベッドにいるわけじゃないだろうから、まあ、しっかり下半身を鍛えるとか、ストレッチなりトレーニングをしっかりしてもらって、まあそういうことでございます。だからもう怪我の巧妙、まあ1年目もね怪我の巧妙かなと思ってたけど、キャンプからちょっとまた体調崩してって感じで、まあその後しっかりみっちり練習できたとは思うから、まあ、まあまあまあ怪我したとはいえ、3ヶ月とはいえの遅れとはいえ、まあね、すぐ戦力として必要かと言われたら、日ハム的にはそんなにでもないかなと思うので、これ急速にしてるけど体力の方がいいな、いや、
どうでしょう。今139キロじゃなかった。動画で見返してみて、139キロじゃなかった。今の間に1キロ上がったでしょ、この人。140になったような気がする。すごい勢いで急速伸びるタイプじゃないと。いいコーチつけたいな。石井宏敏も150キロだったかな。怪しい。ひたすらモーニーを休ませる。よし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 、オッケー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 。本当はヴィンセントをね、もうちょっと、もう1点ぐらい持つと思ってた。持たんかった。今今年のハムは面白い。やっぱワンボロンが入ったことによって、ワンボロンが入ったことによってね、あの打線には厚みが出たかなと。ワンボロン使いたいし、近藤健介も使いたいしってなって、そうすると外野は西川と太田がいるから、西川と太田が確定としたら、ワンボロンか近藤のどちらかは使いたければ、 DH かまた別の方法へ出すしかないんだけど、まあ、だから太田と大方、お清水が出したの、太田と近藤健介をサードでね、今年は練習させてましたけども、けどもだサードで練習させていたけども、まあ実際サードとしてものになるかって言われたらかなり微妙なところで、おこれは、おほー、なるほどね、留学ですね。3000万円、全然行かせていいね、全然行かせていいよ、行かせていいけど、あともう一球種ぐらい変化球が欲しかったな。変化球のトレーニングさせればよかったな。まあええか、行かそう、行ってこい、しっかり成長してもらってこい。こういう楽しみも焼き付くにはある。だからまあポジション的にね、内野もそんなには、実際サードで出すのは誰か、太田か、あ、近藤か、あと一人浅間だっけ、だっけかな、うん、あたりが競争してたけど、レアードの抜けた穴を今年どうするんだろうなと。実際セーサードがいないもんね。この藤本をさ、回復力すごいな、何気に。ちょっとこのまま休ませて藤本先発で話してみますか。よし、すぐに変わらないのがこの役付くです。4週後半か。あ、試合見たいのは山々だが、ここで進めてしまうと次で開幕してしまうな。開幕は開幕はプロ野球の開幕に合わせたいね。ということで、じゃあ今日はここまでにします。どんな回だ、見てる人が全然面白くない、面白くないだろうこれじゃあ。見てる人がこれじゃあ愛想をつかせてしまう。つか金大丈夫なんか、7000万円しかないけど大丈夫なんか。売れねえもん、売りっぱなしだったみたいな、どうやらな。まあ、焼きつくシリーズとしてね、まあ、やっているわけでございますけども、まあ、このあと何年間もやっていく焼きつくになるでしょう。何年間もやっていくんでしょう。その、まあ、清宮の引退ぐらいまではやろうかなと思う。
何十何年とかになるかもしれない、下手したらこの焼きつくシリーズがね。しかしまあその清宮いきなり怪我してるじゃん。いや右有効骨ってこれ結構な怪我で、西武の栗山とかもやったんだから。でまあ中田翔とかも1年目でやってるわけで、ここの骨折というかね、それでやっぱ長打力がなくなってるんじゃないかみたいな話もあったりなかったりするんでね。いやー選手生命の危機じゃあるんかなというふうなことも思ったりして、気になりますね清宮の怪我は。清宮の骨折がどういうふうに、ね、将来に影響を与えるのか、今の時点ではまだ何もわからないけど、森正明をキャッチャーとして迎え入れたい。でどっちもキャッチャーだな。隅とかいいよね。スライダーとかカーブ、シュートのを教えられるんじゃないかなと気がする。デーブがおる。これはゼロ円監督。なんか面白い、栗山を監督に迎えたよね、いるときにね。いるときに。雇いたいけど、高いもの、ほら、4億円とか、高いもの。全然お金ない。雇えない。まあ、清宮シリーズとは言っているけれども、まあ、清宮が実際引退してしまう、引退早くなってしまうのは困るわけで、個人的には、こっちの思いとしては清宮はきっと、まあ、王監督とか超えるレベルの選手になるんじゃないか、王を超えるのは王監督って言いますが、王貞治を超えるレベルになるんじゃないかなと、清原ぐらいだったら超えられるんじゃないかなと思ってるんだけど、もう2年目その滑り出し、その4月始まったらバーッと滑りいいかなと思ったら、ここでの右有効骨骨折でしょ。これ怪我する、単純にその怪我以上のなんかこう、単純にその怪我以上のインパクトがある。3ヶ月で帰ってくるっつったって、それがなんかこう後に尾を引いても、なんか尾を引きそうな感じもするしねって。なんで内野手調べさせてんだ、外野だ、次外野調べよう。多分3人以上は出てこないな。中段ちょっと野手が少ない、うちのチーム。しかし、まあ、外野手指定なし、関東、まあ適当に。ね、まあ早く清宮には治って戦線に復帰してほしいところではある。あるけれども、まあその急いで復帰するよりも長い目で見てしっかり直してまだ戻ってきてほしい。まだ中田翔がいるからね、ファーストには翔さんがいるので、まあゆっくり直せるよ。次回直してむしろそれが長引いてこうね、怪我がね再発したりとか、選手生命がもうそれでその方向が、道筋が長打打つバッターからになれなかったとしたら、そっちの方がね辛いんでね、そうならないようにしてもらいたいなと思います。さあ今回一体何の回だったんでしょうね。はっきり言ってグダグダ喋ってるだけ、グダグダ喋ってる回のだけの回ですね。まあ、すごいよね、こういうあのグダグダ喋ってたせいで選手みんな引き上げて夜になってる、なっちゃってるっていう。もう誰も練習してない。もう誰も練習してません。なんか坪井なんとか A にしたいな。コーダ A にしたい。新庄のコーダを B ぐらいにしたい。何気にこの石本もいい選手になりそうだね。28だからもうこれ以上伸びしろがあまりないんだけどね。野球作ってのは長いスパンでやってるゲームでございます。1年目で優勝なんてのはなかなか本当に運がいいと、よほど運が良くなければできないっていう、そういうことを
ね、まあ、やってのけた、それだけでも十分、うん、まあ、無双してそれが面白いかと、それは違うからうまいことバランスを取っていきたいところですけど、まあ、清宮が怪我したっていう、そういう今回はそういうお話でした。次回からね、まあ、次回おそらくプロ野球の開幕とかに合わせて動画を上げようと思います。プロ野球の開幕に合わせて何月何日かな、それ忘れたけど、はい、まあ、しばらく後になるね、役付くの動画も上げていきたいけど、まあ、現実に即してやっていきたいので、まあ、こんな感じになります。ほなまた。